さっきヒデさんがその結構エゴイスティックだなと思うって言ってたんですけども、うん、なんか僕自身も結構いろんな自分のこう物事にトライしたりアクションを起こす時の、うん、もう根本って結局自分だなと思います、うんうんうん、でもワイルハウスもなんで作ったのってやっぱよく聞かれるんですけども、うん、まあ根本たどるとやっぱ家賃だけ家賃ゼロにしてみたいな、てか、うんうん、動いたら面白いみたいなみたいなところがやっぱ根本だし、うん、なんだろう、結局後付けでそのこんなライフスタイルあっていいんじゃないとか、うんうん、あのこれね、あのいろんなこう生き方の一つを提示したいみたいなのは後付けで完全に、うんまあ、根本は面白そうみたいなところだなと思うんで、なんかそれって結構それでいいのかなって話聞けて、こうなんか自分もこうちょっと安心したというか、そうそうそう、なんかそうなんだよね。だから例えばすごく人にいろいろやってあげるのが好きっていう、それが意外とでも中心軸は同じかもわかんないよね、うん、そうやることによって自分が満たされるっていう話だったりするとね、だからそれぞれがさ自分の満たし方としてやってる行為っていうかさ、はい、だったりすることって俺は結構あるんじゃないかなと思ってて、うん、でもなんかそのやっぱりその満たした先にあることってすごい大事で、はあ、そうやっぱりこう満たされる前と満たされてない状態ではさ思考が違うっていうかさ、はい、うん、やっぱ満たされた中で物事を考えていくっていうか、うん、それってこう別に何かを自分で満たすものっていうかさ、うん、なんだろう、誰かから何かを得て満たすっていうことだとすごい依存的になってしまうけど、うんうん、ただそのなんだろう、 あること自分がそのまま存在してるってことを満たせるようになるっていうかさ、うんうん、そういうなんだろう、内から出るね、こうある意味思い込みが取っ払われた中のこう、うん、満たされ方っていうかさ、うんうん、そういうのってすごい強いっちゃ強いっていうかさ、うんうんね、意味、その満たされることに意味付けばっかりしてちゃいけないっていうかさ、うんうん、意味なんかなくてその神秘に気づいてるとさ、うんうん、っていう話なんだけどさ、そうそう、そういうことってすげえ 大事っていうかさ、うん、そうそう、なんかそういうことすげえ考えさせて、全然満たされてなかったからさ俺なんかさ、もうなんでこんな丹念だ、なんかこうなんかこう病むんだみたいなところもあってさ、でなんかその中でやっぱり何かがないと満たされないっていうことのとらわれ自体問題って思うしさ、うんうんうん、だから誰かに評価されてないと、だからそれを求めて絵をたくさん描いてさ、うんうん、すげえ一大もう大賞ってもらって評価を得たわけよ、うん、何にも変わらないっていうかさ、うん、それって誰かからその瞬間もらったとしてもさ、うん、何にもその瞬間は喜びあるけど、うん、そこにとらわれて全然本質的には満たされてないっていうかさ、うん、あ違うじゃんっていうことさ、すごいわかるな、そうそう、うん、そういうことじゃないじゃん、入れて、うん、なんかあなんか別に大したことないものを追ってたって、そう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 、それすごいわかるな、そうそうそう、まあなんかそんなところっていうかさ、うんうん、そうそうそう、でもそれに対してでもさそれもさ、まあ一つ体験としては大事っていうかさ、うんうん、それに対して必死になって、うん、手に入れてみたらあれって思えるっていうかさ、うんうんうん、そうそうそう、あれこういうことじゃねえじゃねえっていう、うん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 、そうそうそう、だからなんか結構なんかそういう部分いろいろたくさん体験してるね、そういうこと、うんうんうん、そんな中にあるっていう、うん、そうなんだ、うん、なんかこのさっきの自分のその本当の心の声を聞いて、うん、でそれでこうそれにトライして得る喜びっていうのが大事ってさっきおっしゃったじゃないですか、うんうんうん、でやっぱそのじゃあ自分の心の声がどうやって聞けるかっていうところなんですけども、なんかやっぱしその僕さっき話聞いてて思ったのがやっぱりいろいろなものにとらわれてるから、うん、特に大きなのってやっぱしこう時間とお金にとらわれてる人多いなと思うんですよね、うん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 、まあやっぱあとはその周りからの見られ方とか、ね、それを一旦取っ払って、もし本当に時間とお金が あったら何したい、結構もしかしたらいい質問というか、うんうん、自分に気づくきっかけになったりするのかな。いや本当それはあるから俺はモバイルハウスとかそういうあの田舎暮らしとかそういうのを推奨してるっていうかさ、うん、一旦ちょっとそこから離れてライフを考え直してみようぜっていうことがすげえ大事っていうかさ、はい、そうだからそれで食とかもさ、うん、いや金かけないで死なない
食のあり方ってもあんじゃねみたいなさ、うん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 、そういうところもビストロ山につながってるし、はい、そうそうでモバイルハウスもそういうあれだしね、うんうんうん、そうそうそうなんだよそうなんだよそこにだからなかなかずっとさこうなんとなくこうレールの上に乗ってってさ、はい、そこに気づけないに行っちゃうけど、うん、そうそうそうなんだよ全然そのレールの上を走んなきゃいけないって思ったけど、いやいやこの人生って別にこっからこの列車から降りて自由に歩いていいんじゃないっていうかさ、うん、そういうことに気づくて、うん、乗ってないと不安だって思ってただけであってさ、なんとなくみんな乗ってるから俺も乗ってなきゃと思ってるだけであって、うんうんうん、いやいや降りてみて、うん、ねとりあえず道草食ってみてみたいな、野で寝てみてとか、ね、そういうとこで感じていくっていうさ本人のその体験がすげえ大事っていうかさ、うん、だから別にそこで、うん、その体験の中でさいきなり楽になろうなんじゃなくて、うんうん、いやなんかいろいろ心がざわざわするけど、うん、やってみながら感じていくっていう行為そのものに意味があるっていうかさ、うんうん、そうそうそうだからそこになんかこう舵取りすればさそうそれだけでその体験に人生の価値があるっていうかさ、うん、価値が生まれてくるっていうかさ、はい、それは別に誰との比較もできないですよ、うん、その人だけが感じられるものって、うん、でもそれこそが最も大事なことじゃん、はい、このライフってさ、はい、だってその人 の中でしかこの世界って感じてないわけで、はい、死んだらこの世界感じられなくなるわけだからさ、すげえことじゃんそれって。いや確かにそうですね、そうそうだから そこをこうなんか感じ方を変えていくってことは世界を変えることと同等だからさ、本当にそうですね、そう、うん、そこの価値に気づくっていうかさ、うんうん、すげえ 大事なことっていうか、うんうん、それって神秘的だなって俺なんか思っちゃうようになったけどね、うんうん、めっちゃ神秘だなと思って。いや本当にそうっすね、世界を変えうるんだよっていう、うんうん、それぞれができることっていうかさ、うんうん、本当に同じ場で同じもの見てても見え方は人によって違いますもんね、うん、そうだね、うんそうそう、うん、なんかなんだろう、まあこれから何していきたいとかってあったりするんですか、うん、これから俺何していきたいの。でもねやっぱ国づくりっていうか、今、まあ、そこがなんかせっかく住んでる場所をやっぱ、うん、最大限にこの世界をおもろくしたいっていうかね、うん、でもそんな中でやっぱりなんだろうな、いろんな人がつながってやっぱりこう、はい、なんだろうな、こうみんなが何かを感じあって、うん、ある意味さ、なんだこの少数民族のコミュニティで、はい、その精神的に病む人が少ないとかさ、うん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 、そういうある意味現代でそういう世界観のあるコミュニティっていうかさ、はい、あり方みたいのを作れたらいいなって思うよね、うん、やっぱそれぞれが何かここに来て感じて、うん、あの人生が変わるっていうかさ、見方が変わったり意識が変わったり、うん、そうそう、その中でもまあいろんな人が集まればね、あのいろんなことを感じさせられるっていうのも一つの、なんか別にそれがいいことすべてだけじゃなくてさ、うん、なんかちょっと大変なこともさ、うん、なんか一つのなんか体験の一つだと俺は思ってるし、うん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 、そう、うん、すべて心地よさだけを追求しないっていうかさ、うんうん、スパイスみたいなもんですよ、苦味もおもろいっていうかさ、おちょっと苦味きてんなみたいな思いということも結構あったりするけど、なるほど、あでもそういう見方をしてるんだ、そうだね、うんうんうん、そうそう、なんかそれってすごい、僕が今モバイルハウスやってて、なんかよくじゃあモバイルハウス広げたいのみたいなことを言われるんですけど、全然そんなことなくて、うん、ある意味僕がモバイルハウスやってみないと、うん、これがいいっていうことも言えないから、今それをある意味体感してる、うんタイミングなのかなと思ってて、うんうんうん、なんか本当に正解じゃなくてもいいっていうか、うんまあ、その酸いも甘いも見るっていうのはすごく体験としていい、うん、重要なのかなと思って、うん、すごいふそんって話が落ちましたね、うん、いや本当そうだよ、うん、ちょっとさっき気になったことがあったんですけども、うん、その311の時に何を感じてて、どうやって行く場所を決めたのかみたいなすごい気になったんですけど、いやなんかねそれはねこう不思議な運命っていうか、はい、もうちょっとあったりとかして、はい、まあ俺は、まあ、家のローンがちょっとあったりとかしたからさ、うんうんはい、あの
少し慎重だったところもあったんでね。あ、だから例えばさ仕事ボンと辞めたったらさ、うんうん、やべ、払って家賃払っていけないみたいな、うんうんうん、やべえぞこれはみたいな、はい、思うからさ、はい、でもあの幸男自身は別にそのなんとかなんじゃないのっていう結構そういう思いがあって、うんうん、で俺は慎重だったんだけど、うんうん、なぜか、うん、そういうあどうしようかなって思ってる時に限って、うん、あのなぜかメールとかでさ2週間滞在して京都で絵を描きませんかとかさそういう話がメールで来たりとか、なかなかない、ないことなんだけどさ、うんうんうん、おっとみたいになって、うん、これやめないといけない仕事辞めないと絶対いけないことはであるあとその NHK のカルチャーのなんかなんかメッセージとか来たりとか今までなかったことがポポッとこう現れて、うん、これやめろって言ってんのかなみたいな、運命がやめろって言ってんのかなって感じもしたんだよね、うんうんうん、その時さタロット占いでもやってたからさ、うん、自分でさ俺の運命を占ってみようってさ、うん、人生パッて見たら完全にやめろって言ってるおっとこれは完全にそうだなと思っておもろいなと思ってさメッセージがさあやめようっていう感じになってさなんとかなるだろうと思ってそうそうそうでも基本の俺は臆病だからさあのビビりながらもさやめてでもまあそれで京都行ってみたらさ、はい、なんか変なやつがたくさんいてさ、はい、そこにあの最果ての工藤新君出会いながらそこで出会ってるそこで京都遊び行ったらいるんだよ新君がマジっすかそうですごいな なんかそれでまあその村屋って、ね、京都の飲み屋もさ、はい、超行かれてるやばいとこでさ、うん、2週間ぐらいさ行って滞在制作してさ、うん、でしんくんは変な人でさこの人ちょっとやばいなと思いながらもうエコビレッジ作りたいんだとか言ってさまだ全然さプロジェクトが始まる前だったからさ、うん、そうで何それエコビレッジってみたいな話からスタートして、うんはいでその話を聞いて、はい、でちょうど九州夏に行くからっつってその5月頃一回村へ行って、うん、でその後5月かで九州にあの旅に出て、うん、で最果ても見に行ったんだよね、うんうん、で、うん、いい場所っしょみたいな感じでさ、うん、そうで真空が前住んでネオットハウスってとこに泊めさせてもらってさで最果て見に行って、うんなんかこういうことやりたいんだよってシンプルな話聞いてて、うん、あ1000万かみたいなでもなんか誰かぶっ込んでくれるっしょみたいな感じで言ってて、うん、すげえこと言ってんなと思いながら聞いたら、うん、本当にぶっ込んでくる人が現れて、うん、最果てが11月に始まっちゃうわけよ、うん、マジでと思ってさ、うん、だからおもろいやつだなと思っててさ、うん、そうそうでまあ俺は、まあ、毎年1回は日本を回って全国制覇しようっていうプロジェクトが立ち上げたから、前からこう最初3週間か4週間ぐらい九州回って、はい、屋久島とか九州行って、はい、で次の年にあの四国回ったんで、はい、で四国回ってった中であの廃材天国に出会うわけでそれでなんかそこのワード的にさやっぱその自分もそのお金のかからないライフスタイルをしないと経済的にもあれだからさいろいろ独立ソーラーパネルつけたり温水器作ったりとかしてた、ね、ロケットスープ作ったりとかあった中で、しんくんの廃材あのエコビレッジっていうワードとその廃材天国に行った時の廃材で左打ちは生活だよ打ちはみたいなこと言ってるジンさんと出会って、はいどうやって集めるんですかって中で廃材は情熱さえあれば集まるってワードを聞いちゃってマジっすかみたいなでそれで次のその次の年廃材コミュニティ始まってるからそうなんですねそうなんそうなんまあなんかね本当はなんだろうミニマルライフ用のなんかシンプルライフ用のハウスを建てる予定だったそうなんですか。だからお金のかからないあの何建築許可のいらない10平米の家で、うんうん、で、ロケットストーブが装備されて、うんうん、あのキッチンにもなって、うん温水器も作って、うんうんうん、もう全て全然この家金かかんないっていう、うんうん、シンプルライフ用のハウスを建てるプロジェクトを考えてって、うん、秋ぐらいにやるぞっつって、うん、友達のと一緒に話したの、はいそしたら夏にここが売り散って出て何って思ってこんな近所でこんな近所でここやべえなと思って
でもここ買ったらもうわけわなんかどうなるかわかんない想定外というかでかすぎて。そうっすよね、想定外というかさ、10平米の家を想定した。そうだから10平米の家とかある意味想定内というイメージ的に、うん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 、完全に想定外のサイズだったからさ、ね、でももうある意味さ、信じれるものは廃材は情熱さえあれば集まるしかないっていうかさそんな情報の中でいやなんかわかんないけど買えって感じがして、うん、でもう金がないからさ、うん、あのまあ、一応300万貯金があって、うんうん、でそれも 絵で稼いだ貯金が貯めてあってさ、はいはい、でそれがね、400万でここ売り出たからさ、100万安くならないですかねっていきなり不動産に相談みたいな。いやー物件出たばっかだからねとか言ってちょっと経ったら相談してみようかなみたいな感じで、うん、まあ、その不動産の人が相談してくれたら、うん、安くなったよって言って、現状渡しでねっつって、おお、なるほど、いろいろ、うん、それでもいいよって言われて、マジっすかみたいになって、へえ、速攻買いますって言って、でもそれもある意味だって貯金全部はたいて買うって、うん、投入って感じだからね。そう、結構は勇気です。そっからだってゼロですよね。雪男大丈夫って聞いたら、うん、大丈夫じゃないのみたいになってて、雪男さんがすごいな、すごいよね、うん、よく許したよね。いや本当に、うん、なんかやっぱこういろんな家庭とか話聞いてると、どっちかっていうとこう女性があのセーフティーな考え方な傾向がまあ強いなって思うんですけど、雪男、うん、さんがすごいですね。ね、雪男直感がちょっとやばいからね。だから、まあ、ある意味さ、あの、2011年と12年で万華鏡で生活2年できてたんだよね、うんうん、はい、あ、その間はそうだから、まあ貯金使ってもなんとかなんじゃないかみたいなのも多分あったと思うし、うん、なるほど、まあ、一応なんか俺なら なんかやりきるんじゃないかみたいな、あ、そういう信頼もしてくれてたとか、あ、すごい素敵だな。そうで、それで、まあ、プロジェクトが始まって、うん、もう何、14年の春オープンっていうふうに最初歌ったんでね、もう次の年、あの春やん、もう年度新しい新年度オープンって言って、もう立ち上げてやってる、全くそんなの何もできなかった、ね、だってやっぱ、ね、廃材集めるだけでもう、うん、なんか本当だけどこの一つ何こう骨組み作ったぐらいで、うんうんうん、こう終わり1年か半年が終わってうわー全然思ったより進まねえとか言って、うん、ガチで結構やってたんだよ、うん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 、いや全やばこれ思ったよりハードコアだぞみたいなってもうなかなかそっからね、いろんなことがありましたよ、こういろいろメンバーね、うん、あの集まってプロジェクトスタートしたけど、うん、なかなかメンバーがみんな来ないとか、うん、意思疎通の難しさ、うん、そう、うん、でも逆になんかある意味燃えたところでもあるっていうかさ、うん、今までやってきた、ね、ことないことっていうかさ、うん、だからこれある意味俺はさ、その視点的にはさ、自分が変化するっていう視点がすげえこう大事だから、うん、なんかあ、すげえこれ成長のチャンスだと思うし、でもいろんなあのなんだろう、こうモヤモヤすることもすげえたくさんあったりとかさ、うん、そうすげえ考えさせられながら、いやこの中でどういう風な形でやってもうまくいくかなみたいなことめっちゃ考えさせられながらさ、うんうんうん、やってて、でも一人辞め、二、うん、人辞めみたいなさ、うん、そんな感じの中で、でも基本的にはある意味このね船の舵取りっていうかさ、うん、廃材コブレッジっていう舵取りは俺が船長で握ってるからさ、うんうん、大工事デイっていうイベントを結構ねやりながらやってたら、そういう人ね、あのボランティアで来てくれる人たちのが結構あの常連になってくれたっていう現状みたいなのがこうどんどん出てきて、うん、あれこうだから全然なんか最初にブース分けして人が一人作るっていうことより、そういった好きで関わってくれる人たちがこう使えるスペースになってた方が、うん、この場所としてはいいんじゃないかっていうのも、うん、やっぱこうやりながらビジョンが見えてくるっていうかさ、うんうん、だからやっぱりこう最初からバッチリ決め込んですぐあの綺麗に形になったんじゃなくてさ、うん、もうほんと荒波をこう旅しながら、うん、いやこの道だろみたいなのを自分で見つけてったみたいなのがあってさ、うんうん、そう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 ね、うん、そんな感じで、まあ3年間ぐらいはねもう戦いみたいな感じだったよね。なんか僕なんか本当綺麗になってから来たからね、うん、現状じゃねすごい場所やっていきなりなったけど、うん、最初の写真見たらええそうだね、うん、本当にただの倉庫やんそうだね、うん、今こう見るとねえらいあれだけどね、うん、まあ俺の中ではさもうある意味さ過去って
夢みたいなもんだなと思っててさ、もう手に届かないじゃん、変えることはできないじゃん、で夢って夢もそうじゃん、見た記憶を変えることはできないじゃん、なんか同じようなもんだなって思っててさ、あなんか夢だったかなとか思いながらさ、でも基本的にやれることは今この瞬間ができることだから、今に集中することしかしないからさ、過去と夢をいくら思っても仕方ない、そうそう、過去のことどう思っても仕方ないから、今今日できることみたいな感じで、もうひたすらだからもうこれをさ作ることすら俺はもうすげえメディテーションだと思っててさ、なんかね、いいメディテーションだったよ。だって俺基本的に孤独で作ってる時間の方が圧倒的に長いからね、そうね、人が月に 1,2 回来て一緒にやるぐらいでさ、もう基本的になんかいつも一人でずっとやってたからさ、そうそう、でもまあそれが割と得意っちゃ得意っていうか、割と精神的にはストイックじゃん、そうやって探そうとしてるっていうかさ、確かに確かにそうそう、じゃあ今もある意味探し続けてる、今も全然もうそれが当たり前、俺の通常モードっていうかさ、そうだからたまにさハッシーがさ、いやもう俺はあの落ち着き体質とか言ってるけど、そんなこと思ってるやつが一番落ち着けないからねこの変わるってことの変化に落ち着いてるってことが一番落ち着けるっていう、なるほど、変化して落ち着くってことにとらわれたら絶対そうじゃないことが起こると落ち着かなくなるわけだけど、変化し続けるってことに落ち着くとさ、もう常に大丈夫だ、変わり続けてるわけだから、確かに、てかもう変化は世の常ですよね、そう世の常なんだ、あの、この世界の摂理だからさ、そこに落ち着くってことが一番落ち着けるわけよ、本当に商業そうそう、そうだからこういう形に落ち着こうとすればするほど囚われるっていうかさ、こうあるべきって思うほど囚われるから、いやもうそういう考えは捨てた方がいいよってことがよく言ってる、なるほどな、うわーなんか深いなそうそうそう、変わり続けるに落ち着きなさいっていうかさ、それがこの自然の流れのに入ることっていうかさ、逆にそれが一番心がこう落ち着くというか、そうそう、ね、そこに落ち着けるようになった方が、全然自然っていうかさ、世の流れっていうか説明になってるわけですもんね、じゃあなんかさもう残念もないことだったらさ、もう諦める時もまあこれまた流れかなみたいな感じでさ、抵抗しないって言いますそうそう、抵抗しに限界までし続けてもいいし何でもいいんだけどさ、そうそう、そっか、じゃあまあ本当に死ぬまで変化、死ぬまで学びなんですね、あり方っていうかさ、でも分かんないよ、これから今この現状の話であって、年取った後さなんか考え方が変わってるかも一緒、それは分かんないです、まあ、今ただこう思ってるってだけで、別に俺はそれを固定してないからさ、それすらも変化、それもすら変化していいと思ってるからさ、そう、あの時は若いこと言ってたなって思いたいぐらいですね、ああでもそれなんか分からない、それでいいっていうか、死ぬ時変わり果てたいみたいな欲求、そう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 、そんでいいね、その程度でいいっていうかさ、でそう考えるとそういう謙虚さってすげえ大事になるなって思う、全然自分なんか足りてないかもわかんないけど、そういうのを感じるね、なんか結構まあ、知り合いで立派な、はい、なんかこの人尊敬できるようになってきたらみんな謙虚だと思う、みんなすごいずっと多分謙虚ゆえに成長し続けて老成してるっていう人がすごい多いから、